今日も全力ぶっちぎりマキピロくんとミオでございます。はい、今回ですね、未開の砂丘、はい、10まできっちりクリアしてまいりました。おでクリアしてから、まあ、ライブ配信でクリアしたんやけど、うん、そこからちょっとあここキャラ薄いなとかね、いろいろありましたので、はい、その中でもおすすめのキャラクターちょっとまとめてまいりました。お、映像とともに皆さんにお伝えしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、それでは拠点1からいきましょう。はい、まあそんなにね難しくはない、今回。おう、うん、あの未開の大地みたいなことはないから。へー。でここのおすすめのキャラクターはジェラルド。おでジェラルドのコネクトスキルは、まあ、ロボット1体入れればいいだけなんで、まあ、キラヤマトとかこれよう見ると、うん、受信か回路、あ神獣進化はやっぱりみんなしんどいやろなと思って。なるほどね、うん、あえて、うん、俺もうさせてないから。いや私もしてないそうだから、ね、うん、まあ最悪ななみでええんちゃうかなって思う。はあ、はあ、ちょっとね今気づかなかった人いると思うので、うん、もう一回ちょっといいっすか。はい、はい、ゲージ全ゲージとかワンパンです。はあ、あんで終わったの早かったの。そうジェラルドさんの友情コンボ、もいい弱点に当てるとワンパン、うん、すごいね。すごいやろ、はあ、これ結構気持ちいいんで、よかったらやってみてください。お、はい、ここからはダラッといきますね、うん、はい、2拠点2に関してはもうこれはね加速の暴力です。ポラリスとあと伏黒父ちゃん、はい、当時がおれば、まあ、全然余裕、うん、なんやったら俺初め伏黒当時艦隊でやったの。おー、いけた。全然余裕だ、めちゃくちゃ速かった。むしろ止まらんくてちょっと若干うざいなぐらい。おー、うん、だからまあ降臨キャラクターで言ったら伏黒当時とか入れて、ポラリス持ってる人はポラリス入れて、うん、まあこの2体おったらもう十分かな。違う、ポラリス1体でもいいと思う、うん、伏黒当時1体でもいいと思う。おー、うん、なんかちょっとそこそこ足の速そうなキャラクター適当に編成してさ、あとバカバカ殴ればいいだけやから。で優勝コンボもある程度入るので、うんうん、まあそういう形で編成してもらったらいいかな。2位に関してはだいぶ緩い、うん、うん、もうあのでセンサーがあるんやけど、センサー触れると敵の防御ダウン、うんうん、になります。だからまあ初手である程度雑魚潰しといて、うん、あとはセンサー触れて、まあ、殴っていく、うん、ゲージミスしたって大丈夫なんとでもなるから、うん、まあおすすめのキャラクター本当に加速さえ積んどけば問題ないかな、うん、はい、拠点3でございます。はい、3に関してはちょっとねこれむちゃくちゃやるとあの負ける。あら、うん、ちょっと気をつけてほしいのがこのツヨリンなんやけど、ツヨリン、倒すと倒しきっちゃうと、うん、あのドクロの発動が敵の攻撃力、攻撃力じゃない、敵の攻撃ターンを短縮するっていう。ああ、いやらしいやつ。そうだから結構適当に加速バンバン積んだりとかすると、うん、アルスラン艦隊とかやると結構危ないと思う。うわー、おーってみたね。1体ぐらいやったらいいけど、うん、っていう感じかな。であとあのマナーがめっちゃ強い、ユニコーンも強い、うん、うん、で一応降臨キャラクターも入れてあるから、うん、まあキャラいない人とかはマルチでやってもらったらいいんじゃないかなとは思う、うん、うん、まあ正直そんな、うん、むちゃくちゃなことせんければ大丈夫やと思う、うん、うん、適当に弾くと当然この何クロスドクロ発動させまくるから、うん、うん、危ないとは思う。だからアルスランを複数、まあ、アルスランしか持ってないっていう人とかはちょっと本当に気をつけて、うんうん、今回ねアルスラン1体なんで爆発友情、入れとるけど、うんうん、もしアルスラン爆発ってなったら爆発友情はやめた方がいいと思う。うん、はい、こちらは、拠点4、はい、で今度はエレメントポーションが出てきますと。天使これの反撃モードでエレメントポーションすぐ落とすの、うん、だから、まあ、すぐ拾えると思うんやけど、はいはい、あんまり気にせんでいい。なんでかって言ったらここ全部倒すやん、うん、倒すと、はい、金1個でも取れば全員いいね。そう、あの上がってる属性が上がってる感じになるから、はいはい、楽で、おすすめのキャラクターとしては友情コンボが広範囲のキャラクターなんで、トゥーフォーオールかな、うん、うん、トゥーフォーオールとか編成するとめちゃくちゃ楽、うん、あっという間に終わります。はい、はい、お次は拠点5、うん、こちらはウリエルがめちゃくちゃしとる。もうウリエルさえいれば、はい、
すごいあれ、何が起こって誰が強くてどうなってんのかすら分からん状態っていうぐらいウリエルが強い。そうか。初めライブでやった時にこれ何が起こってんの、敵全部溶けてってんのやけどって誰っつって犯人ウリエルやそうだからウリエル1体でも積んどけば、まあ、あとウリエルに当てといて、もうそんで終わるから。なるほどね。うん、フレンドに多分ウリエル出てると思うから、うん、これ問題ない。はい、早い。はい、はい、で拠点6、ここはちょっとロバのやつや。そう、霊絶ロバのやつで、要はタイミングよく合わせるんやけど、あのプヨと、ガッチェスとか、これレーザーバリアがあるないでお互い蘇生し合います。ほう、うん、だから両方倒さなあかんねんけど、プヨに関しては直接殴って倒せる、うんうん、で今あのギャラクシーに関してはボスと HP がリンクしとるんで、あ、うん、基本的その感じかな、うん、で、編成なんやけど、今回はアジンばっかにしてます、うん、でアジンばっかにするとアナスタシアが編成しやすくなるんやけど、うん、ちょっと注意してほしいのが今、うん、まあ、ちょい起こるのがアナスタシアの方が友情コンボ出んの当然早いんで、うん、こうバーッとさっきギャラクシーやっちゃってギャラクシーがほとんど残らんと、ギャラクシー全部倒すとドッカンってこう爆弾が飛ぶんやけど、そうだからね、爆弾の数がめっちゃ少なくなる。なるほどね。だからアナスタシアに関してはあんまり積まん方がいいかなって思う。じゃあ何積んだらいいの、またダムス。あ、うん、そうやね、ダムスが基本的かな。でコツとしては極力このユニットを直接触る、うん、減速する前に触っちゃう、うんうん、そうすると簡単に攻略できます。あ、はい、拠点7、ここに関してはスレッタがマジで強い。あ、うん、スレッタがマジで強いんやけど、この HP 残量が多いほど攻撃力アップのステージやから、うん、もちろん強いよねってなるんやけど、うん、案外友情コンボが入ります、うん、で今回はビリーザ・キッドとかガブリエルとか、チョハッカー、チョハッカーに関してはボスにキラーが確かぶっ刺さるね、うん、ぶっ刺さる。だからあの結構火力出す、うん、ビリーザ・キッドもなんだかんだ言って友情コンボで火力出す、だから、まあ、この辺を編成してもらったら何って難しいことはない、うんうん、余裕です。なるほど、うん、だってスレッタにレーザーなんか打ち込んでくるからさ。ありがとうそうそうそう、まあ、回復するよね、うん、でこの辺はねチョハッカイとかでゴリッゴリある程度火力出しちゃってるし、ビリーザキットとかね友情コンボとかで火力出してますと。はい、8、はい、ここに関してはもう1体だけねちょっと火力おかしいキャラクターがおります。あ、こいつに当たっとけば OK。 はい、煉獄さん最近使ってなかったでね、嬉しいね。いや、バケモンですそう、だからで、そう、最近使ってないやんか。フレンドに湧いてる可能性って結構少ないので、もし煉獄さん持ってる人は今回のちょっと期間中だけでも煉獄さん置いてあげる、ちょっと喜ばれると思うよ。あ、うん、だってもう一体だけおかしいもん。あ、ネズビリーみたいな。はい、あ、そう、ライブ配信で言われましたマキピロ君似とるねそう、俺あのアイコンネズビリやから、そう、なんかちょっと悲しい気持ちだった。あ、そうか、やっとった。自分ボコボコにしてみたいな。そう、自分ボコっとるみたいな、ちょっとなんかそういう複雑な心境になる。そうか、うん、まあよかったね、皆さんあの気にせずネズビリボコボコにしてください。で煉獄さんにちょっと SS 打ってみました。あの、とんでもない火力で、まあ、多分ボス、あの、まあ多分ワンパンしてたら。はい、で拠点9、ここ結構問題、うん、あのめんどくさいんやけど、この弾っていうのは、友情コンボとか、まあ、反撃モードで投下するだけなんですよね、うん、投下するだけなんやけど編成的にちょっとめんどくさい、まあ、今回結構ガチパで組んでます。でこれやったらだいぶ楽、うん、でこの中で外すキャラクターって言ったら、うん、おそらく宝剣かな、うんうん、であとあー、どうやら、シンと、ドラケンくんはええの、はあ、だけど、アクア？アクアは正直ちょっと微妙かなっていうのがあって、なんでかって言ったら、あの友情コンボで着弾の早い友情コンボを編成した方がいい。あ、友情拾ってから間にカーンって入れるっていう感じのステージになってくるんで、はあ、うん、
で、あとあんまり貫通は貫通1体ぐらいまでしといた方がいいかな。結構間はまるところが多いと思う。だからドラケン君を編成することで結構楽に攻略はできるんじゃないかなって思う、うん、あとシーンとかは加速するから、はいはい、まあ加速の暴力暴れてみたいな、ね、うん、っていうところもあるので、うん、ただやっぱり着弾早い友情コンボを持ってるキャラクター入れた方がいい、うん、ワンチャン入らんかなと思ったらギリギリ入らんかった切なかった。でドラケン君とかはさボス必中やから、あ、まあ、弱点下になったら下になったら下で止めちゃえばいい、だいたい止まると思うから、これ、うまいこと止まった、はい、これで終わります。で、さっき言ったね、キャラクターの思ったより幅が狭いから、はい、降臨キャラクターでやってみました。これなんだ、あ、ごめん、名前忘れた、あ、出しとくわ、ちょっとな誰ごめん、俺も誰って聞かれて、あ、そういえば俺もわからんと思って今俺も初めて使ったから。そうか、そう、で、このキャラクターって全敵ロックを持ってるからレーザーやから着弾が早いんや。あ、そう、だから編成してる。なるほど、うん、で、シンとドラケン君どうしようかなと思ったんやけど、うん、まあ反射ばっかはどうかなと思って、うん、貫通のキャラクター1体編成したっていう感じかな。はい、うん、楽です。いいか、はい、正直言って。ああ、だからもしキャラクターおらへんなと思ったら、この何か名前かこれショコにいるからね。今この撮影現在名前出てない状態なんでショコの激究極のこいつを入れると、やっぱ友情コンボ着弾が早いで全敵やから必ず投下させてくれるわけ。ああ、だから触れればいいだけ、あとは突っ込めばいいよね。ああ、うん、で、ドラケン君のストライクショットとか使って、まあ、やったればいいかなと。今ストライクショット確認しました。一瞬名前出たらちょっと今のでは無理やそうで、これ弱点ひたすらさ、なんかちょっと引きたくない方向ばっか引くやん。あ、ドラケン君ちょっと足届かんかってみたいな感じで、ちょっとやばいやばいやばい、グダッてグダッて、あーやばいやばいやばい、だから遅延とか、あとサメとか、サメどうかな、ちょっと数足りやんかもしれんけど、なんかその辺入れてあげればいいんじゃない。危なー、危なー、危なー、ちょ許してよ、降臨さんやん。ね、あのジグ無課金、うん、無課金パンですね。で、ドラケン君 SS 打ちました。で、下弱なんで、もう横で、まあ左側と思っても、まあ弱点当たるかなぐらいの感じで打ってます。まあ底力発動してたら多分全然いけないんだけど、 あとね、あの2ついてない、もう1つついてない、さすがにあれやったら、ここ10、あ、最後、あの言っていい、はあ、グランギニョル編成してみんな、これが一番楽、はい、おお、あのガチャゲンより全然楽、あのピアッシングウォールっつって離れこぐにのこう、このピカ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 光ってるところあるでしょ、はいはい、あそこを触れるとこうなんか電撃の入る線がこう伸びていくわけよ、うん、でよーく見てもらうと分かるんやけど、線伸びてません、結構、何かって言ったら友情コンボでほとんど削っとんだよ、はあ、本来は他のキャラクター、これガチャゲン、ジャック・ザ・リッパーとか、はいはいはい、その辺でもやってみたんやけど、やっぱちゃんとね、こう弱点、これ弱点がまたね、細いの、あれが細いから微妙にずれたりとか全然あるわけよだから、シビアなのね、そう、シビアやから、もうね、これね、マルチでグランギニョル集めた方がいい。か、もう2体でもいいから、うん、グランギニョルを編成する。うん、もう、大ブラック。びっくりした。じゃあ、初めね、こう、グランギニョルを1体か2体差し込んどって、うん、これ何が削ってんの？削ってんの？と思って、うん、これ、あ、わ、途中で分かったよ。これグランギニョルやと思って、うん、これ、え、ちょっと待ってよ、これガチャゲンでってジャック・ザ・リッパー艦隊でやってもそんなに削られん、友情でね、うん、で、じゃあグランギニョル艦隊でやったらどうなんの、うん、と思ってやってみたら、まあとんでもないえ、こいつだけやん、友情コンボでバッカバカ削ってくのと、そうなんや、うん、だからマジでグランギニョルを集めるとむちゃくちゃ楽に攻略できます。はい、ということで、まあ、はい、10までちょっと紹介させてもらったけど、10衝撃よ、うん、で、結構みんなが詰まるっていうのが10やったりする。あー、そっか、10はちょっと、難しかったっていう、ライブ配信終わってからコメント結構入れてくれとって、はいはい、うん、10はちょっと苦戦したっていう話があったんで、うん、マジでね、ちょっと難しいなと感じたらマルチとかでグランギニョルを募集してください。そうやね、はい、
で、まあ、ある程度アカウント持ってる人とか、うん、グランキによるのを簡単でやってもらう。ね、言いにくいね。だからね。言いにくいね。ちょっと噛みそうやね。あ、でもね、それでめちゃくちゃ楽に攻略できるんで、うん、よかったら、皆さんやってみてください。はい、まあ、降臨キャラクターなんでね、問題ないと思います。そうね。はい、いかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、高評価、あと、皆さんコメントの方でどこ詰まってるとかね、うん、なんかありましたら、そういうの見かけたらね、はい、皆さんこれ編成するといいよとかね、よかったらアドバイスとかね、送ってあげてください。はい。はい、今回の動画、これで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの。いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございまーす。言っていい？あの、これライブ配信やってたやんか。はい。想像以上に早終わってまってん、うん、1時間で終わってん、うん、その後何してたか、うん、結構雑談してた。あ、雑談してたのね。はい、うん、あとはそう、あの銃の検証をしてた、あ、うん、とかして、気がついたら2時間ライブしてた。あ、そうか。楽しすぎて。あ、そうか。なんで、あの、また、ぜひライブ配信皆さんお越しください。最後に噛んだ、最後に噛んだ。ぜひお越しください。グランギニョルって言って、グランギニョル。今私が噛んだわ。ダメだ。